小口さんのクラブ G ファーム8番の実習区画です。だいぶ草を取っていただいてすっきりしてきたというふうに思います。で、ネギのですね、株元にこうやって敷いた草がちょっと部分的にこうやって根が生えちゃったのがあるので、こういうのは裏返し、こうやって裏返ししたりしてですね、こういうふうにしとけばあんまり自然と枯れると思いますので、こうしてこうやっておけばネギ草に弱いので、草に囲まれちゃうと蒸れちゃうので、こうやって取った草をですね、逆に株元に敷いて一石二鳥なんですけども、こうしておくと土もできてきて自然とあれしてくるので、ちょっとこういうふうに少ししていただいて、でトウモロコシがですね、そろそろ収穫できるんじゃないかと思います。鳥さんに食べられちゃうといけないので、お早めに収穫に来ていただければと思いますね。あとキャベツが大きく育ってきて、今月中ぐらいにこれは収穫していただいた方がいいと思います。あとオクラがどんどん育ってまして、硬くなっちゃうので、どんどん収穫、育ちすぎると硬くなって食べられなくなるのでですね、どんどん収穫に来ていただければ。